こんにちは、たまみです。本日もスタートです。ダン。今日は私たち今どこにいると思いますか？見てください、この広大な敷地を。めっちゃ広くないですか？ここがですね、チュンムンという香港内でも、ここ香港内でもこっち西の上、西側って言ってるんですかね、ウェストコースト。しかもどっちかというと中国より西上、アッパーウェストコーストというんですか、なんて言ったら一番いいのか難しいですが、とりあえず香港の左上に来てます。ここがですね、ベッドタウンで、まあ、学校とかも多いし、ショッピングモールも大きいし、プラス工業ビルとかも残ってる。あとちょっと外れれば本当に高層ビルが全然ない地域もたくさんあるところです。とりあえず1時間ぐらいかかります、セントラルの方から。まあ、なぜここに来たかというと、私もこの近くに住んでいたことがあるので、今日はこの辺りを皆さんに見ていただこうかなと思っております。多分ご旅行で来られた時にこの辺に来ることもしかしたら少ないかもしれないですけど、香港もうめっちゃ来た、もう香港どこ行こうかなって思った方、ぜひチュンムンとかも見に来られてみてください。また違うサイドの香港が見れます。はい、私たちは今ねショッピングモール内を歩いてるんですけど、このショッピングモールいろんなブランドが入っておりまして、正直街中にわざわざショッピング行かなくても全然満足するぐらいお店があります。この私は香港に来てから知ったこの ラメール、何これ、めっちゃね香港に来てから人気と聞いたんですけど、私はまだ使ったことはございません。そしてここ昔なかったですけどできてます、デカフロン。ちょっと行っていいですか？私1個買いたいのがあった買いたい、私ねここでねキャンプ用品買いました。香港来てキャンプ始めたんですけど、こうやってね気軽にキャンプ用品ゲットできます。このバッグだって3000円ぐらいですよ、このキャンプバッグ3000円で、あとテントとかも買えるし、私これ持ってます。これ椅子も買った、これだ、これ本当にねお手軽です。そしてねジムグッズもいっぱい、すごいね今数が増えてますよ。あ、これはシュノーケリンググッズ。香港で次夏とか来られたらシュノーケリングとかダイビングとか、あとはウェイクサーフ、前言ってたように、あとサーフィンとか、まあ、サーフィンはあんまり波ないですけど、シュノーケリングとあとはスキューバはダイビング、まあ、意外と魚見れるらしいです。サイ君右上の方の海とか行っていただけたら魚が見れるということです。私まだ試したことないんです、スキューバダイビング。サップって知ってますか皆さん、あのサーフボードのちょっと大きいバージョンの上に立ってこうやって漕ぐ、私これで仕事行くっていう方いましたよ、友達で島に住んでる子でサップで仕事に行くって言ってました。何持ってくんやろうと思って、何も持ってきないじゃんって思いながら。ヨガグッズもこんだけあります。色可愛いですよね、自前のヨガブロックとか何でも揃うし、私今ヨガのこういう服欲しいんですけど何色がいいと思いますか？ピンクはちょっと。なんで私がこっちに歩いているかというと、ここが V シティというショッピングモールなんですが、このショッピングモールがあと2つぐらいあって、それが全部つながってるんですよ、コネクトされてるので、そっちに歩いていきたいと思います。雨の日とかにいいですよね、ショッピングモール来てショッピングするなりご飯食べるなりして、駅からも直結だから雨に濡れることもないし、そして何より敷地がなかなかね
広いというか、設備がそんなにこうギュッとしてないので苦しくないかもです。街中にいるより圧迫感はないかも。でももちろん土日は人多いですけどね。ここのショッピングモールの中にもイオンは入ってます。はい、こっちに行きます。昨日あの V シティの中にヤタ入ってます。皆さんショッピングにはやっぱり気を使われるんですかね。食べるもの、体に入れるもの、香港の方結構気にされますよね。体に入れるものはその素材自体が健康にいいとか、素材自体の栄養素とかも考えて食べてはるから、そうやって考えたらすごい健康的。香港は寿命が日本より長いくらいですよね。世界一。あ、世界一、うん、香港人長生き。多分ハイキングも一つだと思います。あえて足腰使うし、おじいちゃんおばあちゃんマジでバンバンハイキングしてますからね。あ、そう、春分にね、今一番香港で大きいドンキがあるって。今ドンキの看板見て、あっちにドンキの看板があったので思い出しましたけど、春分にドンキ香港一でかいのができたと。香港ではドンキホーテの名前がドンドンドンキって言うんです。この知らなくってずっとドンキホーテって言ってたら、なんかいやドンドンドンキって言い直されるからなんでと思ったら、お店の名前が本当にドンドンドンキが正式名称。暑い、ここほんまにね、私今久しぶりに歩いてます、この辺を。ここから20分ぐらいのところに住んでたんですよね、一時期。一時期というか2年ぐらい住みました。すごい離れるときは恋しかったですけど、まあ、街中にね引っ越したらもちろん街中の便利さを知り、ご家族がいる方が多いかなと思います。春分あたり大きいドンキちょっと行ってみますか。春分タウンプラザの方へ行きたいと思います。どんどんどんドンキドンキホーテー、香港日大きいドンキへ突入です。ここがタウンプラザです。あれ、どこ入り口は。ドンキ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 、迷子、ソーリー、迷子。前ここのフロアに鍋屋さんがあったんですよ、火鍋屋さん、あのチェーンので、家近かったから何かあればいつもみんなでタクシーとかバスで乗ってきて火鍋をわーって食べてました。なんかお疲れみたいなお疲れというか何の話って感じですけど、違うそう、近くにご飯屋さんが、街中にいるよりもちろん少ないので、その家のあたりはあんまなかったんですよね、チョイスが。なのでとりあえずみんなでここに来て、火鍋だったら火鍋をわーってみんなで囲んで食べたり、そしてドンキは下でした。ここが一番でかいと聞いております。注文よりも大きいと聞きましたよ。あれ、下ドンキさあ、今日は何か掘り出し物はあるでしょうか。ドンキホーテ、日本人の友人と喋ってて気づいたのは、生活用品がやっぱり日本の 2,3 倍しますね。シャンプーもだし、シャンプー、リンス、ボディーソープ、まあ、ボディーソープ日本製を買おうとするとやっぱ 2,3 倍しますよね。でも手に入らないより嬉しいというか、手に入るから。ドンキドンキに入るのにもこれがいるんですって。あ、じゃがりこだ。
買おうかな。手に取っちゃったけど。じゃがりこね、好き。じゃがりこが150円ぐらい。日本と変わんないですよね。私ね、秋が好きなんです。理由としては栗、さつまいもの商品がめっちゃ増えるから。こういうのとか、あ、こういうのも好き。木こりの切り株って何ですか。バイバイ、ごいさい、どう、うんうん、大丈夫、もう満タイ。ドンキは NG。 でもここめちゃめちゃ大きいそうなので、ここ全部ドンキですからね。ドンキってすごい、すごい、全フロアです。トラム型って言ったらいいんですかね、これ。ピッピー。ほら、こんだけレジの数あるってすごいね。30、40ぐらいありましたよ、今レジ数40って、41、すごいです。ドンキの群がすごいですね。私が香港来た当初なかったですよ、確か。すごくないですか。もうちょうど今コロナのタイミングで場所とかも空き出したところに入ったってことなんですかね。ちょうどいいタイミングじゃないですか。わあ、な、昨日か一昨日にニュース見てたら、あのセントラルディストリクト、セントラル地区のあのオフィス街、今まで一番そのオフィスとして人気のあったあの地区のレントが 25% ダウンか、なんかね、違いましたっけ、25じゃなかったでしたっけな、なんかそう、なんか落ちてるって書いてあって、引き上げたいみたいなことを書いてあったんですけど、数はちょっと詳しく覚えてないんですけど、まあ、そのぐらい大きく変わったということで。あっちに行けばね、イオンもあるんです。ここ韓国のブランドらしいんですけど、あそこ肌がもっちりになるって友達が言ってました。こういうね、金とかね、売ってあるお店もね、多いんです、香港。見て、こんなゴリゴリなね、ゴリゴリなものも置いてあり。この豚ちゃん5個が3900ってことは、わーおー、120万円か。 Thank you, ごいさい。120万円の豚ちゃん、これどうしよう。これお誕生日にもらったらなんて反応になりますかね。1、うわー嬉しいってなるか、2、なんかこう口がポカーンと開いてうわーみたいなかここ催事フロア、たまにはなんかレゴでガーって埋め尽くしてあったり、また違う日にはこうやってね、ちっちゃいブースみたいなのがあったりと。でこれ下に下がってもらうとちょっとややこしいんですけど、あっちから下がってもらうと、あのイオンのショッピングモールに行けます。まあ今日は行きません。はい、じゃあここから外に出たいと思います。香港あるあるこういうマッサージチェアだったり、イケアのソファーとかが売ってあるんですけど、売ってあるっていうか売ってある時によくあるあるなのは、これ全部なんかおばちゃんおじちゃんとか若者でもですけど埋め尽くされてることがあるんですけど、これほんまにあるある。今はちょっと平日だし人少ないけど、土日とかすごいですよ。土日とかは本当にあたかもこうベンチであるかのように埋め尽くされてますからね。 IKEA とかすごいですよ。 IKEA 入った瞬間のソファーエリアすごいと思って、みんな試し座りしてるのか長居してるのか、ある人はこうやって映画見てますからねプチ映画館。それぐらい街中の座る場所がないんです。日本ってショッピングモールのこういうところに椅子がポンポンと置いてあるじゃないですか。みんな利用者に優しく、あんまりね香港はないです。
あ、これあれじゃないですか、ラッキードロー。これワクチン打った人にするやつじゃないですか、ラッキードロー。そう、今香港ではワクチンを打った方に家が当たったりとか、ショッピングチケットが当たったりとか、車が当たったり、テスラが当たったりみたいな、そういうラッキードローが結構たくさん出てて、なので多分そういうのを通してみんなにワクチンを打っていただきたいっていう促進ですよね。これはどうやって参加するんだろう。今これはこういうブースやってみましょう。英語もできます。レジスター、あなたは18歳以上ですかと、個人情報、電話番号と香港 ID 入れてくださいと。ちょっと入れてみます。どうします、これで私当たったら。じゃあこれサバミットします。できた。手伝うってことですね。いや、わかんないです、なんでわざわざブースがあるんですかね。それほどだから促進したいのかなって、打ってくださいって。こうやって多分コンサート、シアターとかがあるんですよね、定期的に。じゃん、ここトゥームンタウンホール、大きいですよね結構。私のお気に入りのスペースはこの、私のお気に入りの場所がこのタウンホールの目の前にあるこちらです。じゃじゃーん、一見ただの広場かと思うんですけど、見てください、この椅子の数。夜とか結構人座ってますよ。で、私と友達もここで会ってお話ししたり、夏はちょっと暑いですけど、これもうちょっと秋になってきたら涼しくなりますし、本当にここに座って、まあ、例えばビール片手にね、ちょっと話すみたいな、散歩してここで話すみたいなこともしてました。思い出しました、私なんかこう一回失恋した時にね、ここでね友達にへーってとか言ってました。懐かしい、そんな時代もありました、そんな時代も。これここら辺歩くと靴で来た方がいいかもですね。確かに靴を履くか迷ったんですけどね。バス1本で来れますよ、でもセントラルから。そうやって考えたら楽じゃないですか、バス1本で。バスの方が早かったりしますからね、 MTR より乗り換えなくていいし。この住宅地感見えますか、ちょっとなんかセントラルとかで見るビルのこう生え方と違うから、これはこれで良くないですか。ちょっとスペース空きつつの、洗濯物もよく乾くと思います、こっちの方が、っていう私のただの感。お、香港で自転車乗る方珍しいのに、珍しい、あんまりね香港で自転車は乗らないですからね。私はまた中国語の授業と韓国語の授業を取り始めました、スピーキング。今モチベが上がってきました、イエーイ。ここでね中国語でも喋れるようになりたい、早く。はい、ここチュンムンパークです、公園。じゃーん、はい、私たち今チュンムンパークに来ました、イエーイ。結構動物園ぐらい広そうですが、見てください、結構広いね。 Are you ready? カメラマンさん、イエーイ。さあ行こう、レッツゴー。ここに住んでてこの辺お散歩するの絶対いいですよね。むしろロマンティックじゃないですか、これ。公園デートに良さそう。このね、ちょっとのなんていうの、テープちょっとあんま嫌だけど、なんか事件あったっぽく見えちゃうからちょっと嫌だけど。わお、鳥の声が聞こえていい感じです。こっちに歩きますね。
本当ですか。セントラル、ニューヨークのセントラルパークをちょっと思い出す雰囲気。急にね、まあ、ここ町、まあ、チュンムンという町の中からちょっと抜けてこういう自然空間があると、ニューヨークをちょっと抜けたセントラルパークみたいな、チュンムンのセントラルパークと呼びますこれからの声がいいですね。あんまり聞けない気がするから、久しぶりに聞いた気がします。チュン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 、これテニスコートですか。あのこれ使い勝手でいいのかあるのかわからないコートがありますけど、だってこれテニスのこのネットもないし、だから自前でバドミントンネットとか持ってこられるんですね、きっと。ありますよね、あの住宅地の、中庭のところに立ててされてる方いますからね、本当に。で、それをまた自分で持って帰りはる。すごい。あ、かわいい、このブランコ。かわいい。見て、二人乗りブランコ。かわいくないですか？アスレチック充実してる。子供さんが住んでるからやっぱりこういうとこあると嬉しいですよね、家の近くに。あ、香港は蚊が多いので皆さん、子さん連れてこられるときは気をつけてください。本当にちゃんと虫除けしてこないと刺されます。わお、ちょっとお邪魔します。ここ下めっちゃ柔らかいですよ、歩きやすい。ハロー。前一時期こういう公園も全部閉まってたんですよね。だから子供さん今遊べるようになって嬉しいところかなと。かわいい、こういうのも。わあ、デザインがかわいい写真ね、映えそうですよ。その子供さん連れてきて、あの歯の間とかに入ったりね。子供に優しいですね、このチュンムンパークは。キャー、アスレチック、ちっちゃい頃思い出しました。私も近所のアスレチック行くのめっちゃ好きだったんですよね。子供の頃は外に出ることが楽しすぎて、私も外に出ることしか考えてなかったです。私もこれ、っていうねちょっと水に突っ込むことはできなかった、私も。いくらこう混ざりたいと思ったものの、水すごい、水のアトラクションがあるじゃないですか。かわいいおむつで遊んでて、じゃじゃじゃん。友達と高校生の時に二人旅をしたのを思い出しました。この感じ、水のせせらぎがいい感じですね。はい、見て、こう跳ね返りの水かと思いきや雨。でも雰囲気いいですね、ここ。ここでプロポーズされても絶対聞こえない。ここでプロポーズされてもマジで聞こえないですね。ガーって。僕とって。何ってなりそう。夢見がちやからね、いろいろこう想像が膨らみますね。この場所でも結構いいなと思いました。チュンムンパーク、お気に入りなの。今、あら迷った。雨は気にしない、雨は気にしない。
止んでほしいですね。止んでほしいですね。今私たち多分軽く一周してきましたよね。だってここが戻ったとこですもんね。わっ、なんか強くなってきた。ちょっと待って、これ強くなってきたってよ。ちょっと一旦あれしません、雨宿りしましょう。やばいやばいやばい。わっわっわっ、これトトロの傘ではないですけど、木に守られてます。本当に濡れてない、見てください、すごい。水が豊富ですね。水が豊富だわ。あ、これまた雨を宿りたいと思います。雨宿り。おじちゃんは雨を降らせない力があるようです。おじちゃんの上だけ降ってません。すごい。私もこれやったら降らないかもしれない。あら、またここでもおじさま方の愉快な集まりが行われているようです。なんかこの一角っていうか、こういう景色、あの教科書に載ってそう。教科書、歴史の教科書にありそう。ここ結構何でもできる空間ですね。ほら、おじさまたちの仁義なき戦いが行われております。これは仁義なき。さあ、天文パークでした。ここから10分ぐらいのところに、タクシー車で10分ぐらいのところにローカルの方が行くフィッシュマーケット、海鮮マーケットですね、があるんですよね。そこもすごいおすすめ。バスが出てます。そしてタクシーも安いので、タクシーで乗り合わせて行って食べて帰ってきてもいいかなと。あとはもうちょっと車でドライブしていただいたら、ゴルフの練習場があって、そこが人気の理由が、街中のゴルフ場っていうかゴルフ練習場は狭いから男性の方ドライバー禁止なんですよ。でもそこのチュームのところは男性もドライバーが打てるので人気です。そうって皆さん言って入りました。雨降ってますかね。1階に降りてきました。ここいいのは車が通れるっていうところですね。そして駐車場もあるので、私子供の頃から車が、九州は車がね必要な生活が多かったので、車の方が慣れてて、日本でも大阪とかに引っ越した時、あとは香港来てからも車ない生活じゃないですか。だから、ああ便利だったなって思いました。こう時間を計算したりしなくていいじゃないですか、車って自分でね出ようと思ったら出れるし。あ、香港混むからですね、道が。特にあのラッシュの時。はい、前ねこういうところねすごかったですよ。週末ここバス1本でシェンチェンに行けるんです。シェンチェン、あの深圳、中国の。なんでまあ本当に2年前とか私来てすぐの頃はこの辺で週末ガーってスーツケース広がってて、でそのスーツケースにほらショッピングしたものをみんなうわーって詰め込んで人生に持って帰られる方めちゃめちゃいました。でそっちにあるバス停から出てるんですけど、そこが行列で、もう本当に人だかり、何のイベントやってんだろうっていうぐらい並んではりました。はい、見てください、ここ香港三線、キャッスルピーク、そしてあと2つがハイジャンクピークとシャープピーク。カメラさん、シャープピークも前断念されたぐらい尖ってるということで、皆様登られる際は腹ごしらえ、水分補給ちゃんとされていかれてください。この時間帯いいですよね、すごい。そしてここめっちゃ映えじゃないですか、まあ、電車のね間やからあんまりここで止まっちゃダメだと思うんですけど、
ほら、電車来るとこ見れる。でも反対からも来てるので危ないので皆様お気をつけください。あ、ユンロン行き来ましたよ。ライトレールです。急いで。来ました。来ちゃったのでちょっと急いでピット。ちょうどいいタイミングで来ました。ライトレール乗ります。に行くか。ソーリーです。すいません。ソーリー、ソーリー、エスキューズミー、ソーリー。端っこに来ました。端っこに来ちゃった。涼しい、涼しい。プラスこう外見えるからね。なんか青春ものの映画だったらどっちかというとこういう地下鉄とかよりはこういう電車を好みますよね、青春映画は。